はい、どうも。まだ円卓強化に乗り切れてないミストです。はい、というわけで、まあ今ね、円卓が盛り上がってる中、そろそろ私もね、始めようと思ってるんですけど、まだまだちょっと、自分の中では全然まだ立ち回りとか確立できてないんで、まあちょっともう少し研究していこうかなとは思ってるんですけども、まあこの円卓強化が来て、今一度ね、パワープルアプリの環境を整理していきたいと思います。まあ初心者の方とか、今どの高校やったらええのみたいなね、疑問を持ってる方とかいらっしゃると思うんで、今一度、この円卓が来たことによりの、環境の変化についてね、話していきたいというふうに思います。はい。まあよく、投手が最適な高校とか、野手が最適な高校とか、両方強いとか、まああると思うんですけども、それを一個一個ね、話していけたらなというふうに思っております。で、円卓については、まあ、まだ私がまだ全然やり込めてないっていうのがあるので、まあ、ツイッターとか、その、ね、攻略サイトとか、そのいろんな情報を見ての、私個人的な感想になっちゃうんですけども、どうやら円卓は投手がかなり強いらしいです。盆栽で SS2、SS3 先発とかを作成してらっしゃる方もいらっしゃいましたし、投手に関しては、非常に伸びしろがあるみたいです。で、野手に関しては、まあ今はね、エビルっていう高校があるんですけど、まあこれにはちょっと届いてないっていうのが現状ですかね。まあまだまだね、期間も長いですし、もしかしたら円卓で PG の野手を作成される方とかもいらっしゃるかもしれないので、まあ一重に強くは言えないんですけども、円卓高校に関してやり込むなら投手なんじゃないかなと思っております。まあもちろんね、所持キャラの都合とかあると思うんですよ。特に円卓だとシナリオキャラである、まあここに今ね、出てるキャラとかは非常に、使わなきゃいけないって、ほぼ強制的に使わなきゃいけないっていうのもあるんでね。はい。投手の場合だと、新しくガチャで来ました、降臨、西谷、もしくは、シュラ、キバ、このどっちかは使わなきゃいけないみたいなね、こともありますし、もちろんアーサー、ランスロットいたら強くなるとかもあるんで、まあ、円卓投手は強いですけども、結構デッキの編成に難があるかなというのが個人的な感想ですかね。はい。ただ、円卓やりたいけど、投手、野手どっちやったらいいのって言われた時に、まあ、真っ先に私は投手って答えるかなと思っております。しかも、全体で見ても、円卓来る前は全力がね、投手では、最大値を占ったんですけども、この円卓もね、もしかしたらね、SS5 先発とか、最大で見えるかもしれないんで、そこはちょっと私もね、今後、投手については研究していきたいなとは思っております。はい。で、次、エビル高校行きましょうか。エビル高校はまあ、もう皆さんご存知の通り、野手でね、PG の選手だったり、PG1 の選手だったりも出てるくらい、強い高校となっております。投手に関してはちょっと、難しいというのはありますし、現環境だと、ちょっと、このね、両脇の2校には勝てないなっていうのはありますので、野手やるならエビルっていうのが、まあ率直な、意見ですね。はい。まあしかも円卓と比べてデッキ編成難易度も低いですし、特異練習を2種持って、特異練習6種類揃えられれば、まあそれなりの選手はね、作成できるので、まあ個人的に非常に、野手の中ではぶっ飛んで強いかなとは思っております。はい。そうね、このエビルもね、クロセーラーの実装で上限5種とかもできるようになったんで、まあその辺のね、立ち回りだったりも、まあ、デッキの編成だったりもね、まあ、今後考えてね、より上の選手を作っていけるように頑張っていきたいなとは思っておりますけどもね。はい。とにかく野手あるなら今はエビルが、本当にね、ぶっちゃけて言えばね、自分も動画であげましたけど、PN の選手だけでも SS の選手作れちゃうんで、非常におすすめです。はい。とりあえずね、エビルで、たくさん選手を作って、選手ランクを上げるっていうのがね、初心者の方はいいかなと思っております。はい。やっぱり野手の査定っていうのは結構ね、チームランクに影響を及ぼしますからね。はい。っていう感じですかね。で、
ちょっと影を潜めてた逆境ナイン全力なんですけども、これね、まあ、昔から野手投手ともに最大値っていうのはすごく高いんですよ。というのもタックが来ることによって、複数タックが何回も来れば非常に最大値が、経験点もめちゃくちゃ出ますし、強い高校で、まあ、ただこのエビルが出てね、ちょっと影を潜めたんですけど、これね、クロセーラの実装でね、また、息を吹き返したと言いますか、まあ、欲しい、全力で欲しい、総力メンタルキャラっていうのもありますし、それによってね、今まで火山を使ってた枠とかをそれにして、まあ、あたり肩上限っていうのも来ましたし、最大値がさらに伸びたと。もうエビルと、まあ、確率で言うと、成功率、その選手作成の成功率いったら、まあ、低いかもしれないんですけども、最大値で言うと、さらにね、この全力上がったと思うんで、これね、エビルと使い分けてね、まあもちろんこっちはね、デッキパワーが必要になっちゃうんで、まあそれが難はあるんですけども、この2つで野手遊ぶのも今は楽しいかなと思っております。はい。で、覚醒でね、ちーちゃん、尾藤千尋の覚醒も来て、精神ボーナスと練習効果がつくようになったんですよ。これによって、かなりね、昔は野球を疲れた枠とかをちーちゃんにすることによってかなり、有意義なサクセスができるようになってるっていうのもありますね。はい。ちーちゃんはイベント数少ないし、バレンタインだったらね、バレンタインバンジョだとまたね、バレンタインでコツ取れたり回復もあったりと、いう性能してますので、まあ、そこはかなり強いかなと思っております。シドレミとコンボもあったりしますんでね。はい。ちーちゃん入りもね、全力楽しいんじゃないかなと、個人的に思ってます。なので、諸々も含めて、この全力も、ちょっと息を吹き返しつつあるのかなと、思っております。はい。っていう感じですかね。だから、まとめると、投手やるなら、円卓か、逆境ナイン。野手やるなら、エビルか、逆境ナイン。っていう感じですかね。はい。で、個人的におすすめで言うと、野手はエビル。投手は、今は円卓。っていう、形でまとめさせていただきたいと思っております。はい。まあ、デッキ編成難易度で言うとエビルが一番低くて済みます。次に円卓、次に全力って感じかな。はい。まあ、面白いですよね。この、なんていうんですか？三権分立というか、なんていうんだ。三権分立って久々に今言ったんですけど、歴史だよね。なんかの、なんだっけ。ああ、忘れちゃった。はい。っていう、今のね、面白い環境なんで、パワープルアプリ、今ね、すごい盛り上がってると思うんで、楽しんで、これからも行きたいと思っております。はい。まあ、まずはちょっとエビルじゃねえや。円卓の開拓をしていかないとね、まあ、自分も他の実況者さんの動画とか見てね、学ばしてもらってるんで、まあ、それ見ながら、ちょっと、土日にゆっくり、土日あたりに動画出したらいいかな。もうちょっと、平日は忙しいんでね。土日に、円卓の動画出せたらいいかなと思っております。投手はね、もう今まで皆さん野手ガンガン、もうすでにパワープルアプリガンガンやってる方は野手をね、エビルで上げられてたと思うんで、心を機にね、この強化期間のうちに投手をね、ガンガン上げてチームランクをね、すごく高めることもできると思うんで、まあ、長いですけどね、これ終わっちゃうといつ来るかわかんないんで、ここでしっかりと投手育成をね、していけたらなというふうに思っております。また、なんかこのキャンペーンね、ちらっと、上で見てるんですけど、これ、優勝回数もね、これ100万回までいけば、SL ガチャ券と円卓高校ガチャ券ももらえるんで、ちょっと皆さん、円卓やりましょう。これってあれだよね、シナリオの前来たガチャ券と同じような感じで、こっから SL キャラも出る可能性もあるっていうことだよね。はい。なので、ちょっとここ100万回、今現時点で40万回っていうところなんで、まあ、この期間なら余裕でしょう。はい。っていうところでね、円卓、まずは楽しんでいきたいと思っております。まあ、ちょっとエビルでもね、何個かやりたいことあるんで、まあ、そっちが先に動画化されるとは思うんですけども、はい。まあ、難しいんでね、円卓って、今回さらにいろいろヒーローエピックとか追加されて難しくなったみたいなんで、はい。本当に。まずは、もう動画で お伝えする前に自分が理解しないと意味ないんでね。はい。
そこはしっかり徹底していきたいと思っております。はい、っていう環境整理の動画でした。はい、これにて終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、では失礼します。 See you.